ここが僕のアナザースカイです。ここが僕のアナザースカイ、シンガポール。あ、ここが僕のアナザースカイ、シンガポール。酔っ払ってるね。酔っ払いましたね。お疲れ様です。お疲れ様です。いやね、俺もう帰るんだけど、うん、日本に。うん。うん、寂しい。寂しいよね。すげえ楽しかったシンガポール3日間だったけど、でスティーブンが、まあ、アメリカ人なわけじゃない、はいはい、でシンガポールに移り住んで、うん、どんなんかなっていう話をね聞きたいなと思って。ああ、なるほどなるほど。文化の違いとかさ、こういうことでアメリカと違うなとか、アメリカ人として来てみてどうなのかとか。なるほどね。そういうの面白いかなと思ってね、今回してみました。急にやるからね、びっくりするんだよね。どうよ、シンガポール。まあ、シンガポールはものすごくいい国だと思うし、あの、まあ、本当、うん、あの電車とかバスとかもう時間通り、まあ、日本並みとは言わないけれども、うん、まあ、時間通りに来るし。そうね。うん。うん、で、ただ、うん、言わしときましたけれども。言わしときました。それは何でしょうか。この国って、うん、お礼が言わないのがすごくね、モヤモヤする、僕としては。アメリカでも言うやん。言う。サンキューはもう絶対。もう絶対、もう誰かのために、まあ女性のためにドア開けたら、まあ他人でもサンキューって当たり前じゃん。うん、まあ、当たり前だね。ね、日本だったら、あ、どうもありがとうとか、ありがとうとか。はいはい、はい。ね、言うじゃん、うん。こっちの国ね、すげえなんか携帯見ながら素通りとか、もう当たり前みたいに通るんだよ。おー、それが何とか思う。へえ、うん。それは面白いね。なんかマナーがないっていう、そこら辺は。はい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 、うん。もしかして、まあ、結構チャイニーズの方が多かったりする、はい、そういう、ね、そういう文化が結構強かったりするのかな、もしかしたら。そうですね、それ言えてるね。その文化も強いし、まあ、もちろんマレー系の人たちもインド系もいるんだけれども、うん、インド系多かったね。インド人は多いよね、うんうん、この空港でこうやってるとやっぱりチロジロ見られますね。まあまあまあ、恥ずかしいな、うん、悪いもいいじゃないですか。いやいやいや、誰だよ、俺。あと、なんだろうね。やっぱ食うまいね、この国ってね。飯は本当美味しかった。本当に美味しい。だって飯の動画しか出してないんだもん。そう。見てくれた人は分かると思うけど。あ、そうだね。ずっとね。うん。でも飯もすごく美味しいし、うん、あのデザートも甘いものもすごく日本人向けっていうか、ドーナツとめちゃめちゃうまかった。やばい、もう、ね、本当美味しかった、あれは。僕、衝撃だったもん、あれ食べたけ、ね、本当に。何これ。アメリカから来たら余計そうだよね。本当に。これスイーツなのっていうほど。なんだろうね、うん。やっぱね、監視されてるね、この国って。監視？監視だ。監視じゃねえ、監視。そう。なぜかっていうと、うん、まあ、その、なんて言うんだ、パブリックで、うん、酔っ払いは禁止なんですよ。完全にこうもう、こんな感じだ。じゃあ、イリーガルだ。ちょっと、押してる今。イリーガル。ちょっと押している、僕は。まあ、よくその、帰りとかでみんなの、飲むじゃない、会社の後とか。で、電車に乗って、で、家に帰るんだけれども、その、駅で、警察みんなもう待ってるんですよね。こう。夜9時とか12時ぐらいに、うん、もう警察がもう、駅で、その、入ってくるピッと押すところあるじゃん。そこでもう警察4人ぐらいみんな見てる。全員入ってくる人、まあ、あれだね、そのちょっと酔うぐらいはいいけど、うんうんうん、電水というかペロペロでうおーっていうのが、まあそうなると捕まる可能性が、完全に捕まる、もうちょっとこっち来い、そうなんだ、うん、なるほどね、うん、で、そうなると、うん、めちゃめちゃ見られてる、ね、そうだ、みんなクスクス笑ってるのが嫌なんだよね。ここはもう、うん、プロフェッショナルの気持ちで、そう、アメリカだったら別にさ、うん、迷惑かけてなければ、うん、まあ、どのぐらい酔ってようが大丈夫なわけよ。はいはいはい、そうね。こっちの国だったら、うん、警察側が、あ、ちょっとこの人怪しいなと思ったら、もう逮捕までしていいんだよ。アメリカないんだよ、それ。何かしらの理由がないと逮捕はダメなの、うんうん。逮捕まで行っちゃうんだ。逮捕まで行っちゃう。はあ、で、ショーまで連れてって、みたいな。を徹底的に全部調査するっていう。おお、そこら辺ちょっと怖い。そうね、うん、まあ、シンガポール安全な国って言われてるから、ね、すごく安全もね、うん、世界一って言われる方だからね、まあ、まあそれはそれでいいことなのかもしれない、ね、いいことだと思う、そうそう、うん、そこら辺もいいことだと思う、こういうのがいるからね、たまにね、そうなんだよ。でもすごい過ごしやすい国だと思った。暑いけどね、暑い暑いけど、うん、人はゴミゴミしてる感じはするけど、うんうん、
今回すごい過ごしやすいかった。過ごしやすい、ね、もう知りたい情報をちょっとネットで調べればね全部出てくるんだよね、うん、で今週末なんかやることあるって言ったら、うん、一覧でパッと出てくるんだよ、でなんかイベント本当にリアルタイムのイベントみたいな来週とか今週とかあって、あちょっとこれ面白そうだから行ってみる、うん、と思いきや物価世界一だからめっちゃティケット高いんだよね屋台とかすげえ安いし、うん、安い、ね、飯も、うん安いけど、うん、あんま安いとこしか行ってないけどそうレストラン体験してないんだよねシンガポールで。行ってないっけレストラン。行ってないかもね。行ってない。ちゃんとして座ってメニューいただいてこれ頼みますってやってないよね。確かに行こうともしなかったよね僕と奥さんで行くとでも、うん、僕ビール一杯ぐらい飲むんだけども、うん、70ドルが平均2人で。あ2人で2人で。あそうか、ビール1本飲んで2人で飯食って70ドル。だから大体1人35ドルぐらい。アメリカと一緒ぐらいか、外食で考えると。そのアメリカでもチップをタックスチップ入れて70、まあ夜ディナーで食いったらビール一杯飲んで70、80するやん。いいところつつきます。でこっちはチップ制度ないんだよね。チップ制度はないんですけれども、もう入ってんだよ、あの請求の中に。はいはい、なるほど。チェックの中にあのサービスフィーっていうのがあって、まあ、大体 10% なんだよ、はいはい、それ結局さ入ってるんだよね。で店員さんも分かってるからさ、サービスがものすごく悪いの。あ、そう。そう。日本とかさ、すごくもう世界一なサービスじゃん。すごい、日本のサービスはすごいよね。チップないからね。そう、チップない上でそこでしょ。シンガポールは込みでめちゃくちゃ態度悪いから。本当にもうびっくりする態度悪い。え、何頼むの？え、みたいな。もう本当、何こいつ喧嘩売ってんだよみたいな。細かいところでいろいろ違うんだね。本当に本当に細かいところで違う。でもう常識だったものがもう非常識になるから。うん、唾とか吐いたら逮捕だから。って言うやん。うん、俺もそうタバコをポイ捨てしたら。したの？いや違う、タバコをポイ捨てしたら何百ドル。何万円の罰金とか。あるある。聞いたけど、普通にみんなめっちゃ吸ってるね。そうだね。ね。思ったよりも、まあそこは緩かった。そうだね。タバコは緩いし、唾吐きも緩いし、ガムはね、みんなね、結構ね、ビクビクしてる。ガム持ってんの？え？みたいな。それはないでしょ。いや、ほんと。ガムね、多分ね、ここでちょろって見せたらみんな、何あの人たちってなると思う。へぇ。そんな感じなんだ。ガムはやばい。ガムはやばい。ガムやばい。いや、それは嘘でしょ。いやいや、嘘じゃないって、本当だって。ガムはやばい。そうだね。でも、ドラッグ持ってると一緒だもん。ガムが？ガム。ドラッグは死刑なんですよ、でも。まあまあ、ちょっとレベルにはよるんだけどね。どのぐらいのドラッグ持ってる中もあるんだけども。でも、あれがまだあるんだよ。無知。こうやって無知でさ。バシーンってやられて、で、僕よくニュース読むんだけれども、うん、何々で捕まりました、うん、で、刑務所2年、うん、無知5回って書いてあるんですよ。はみたいな。無知5回って何ってすごい国だね。そうそうそうなかなかな国だ。僕ちょっと興味を持って検索したわけよ、うん、ネットで、うん、出てこないの。それがまた怖くてさ、シンガポールの無知の映像って検索したら出てこなくて、なんでそんなにえぐいのかなって。そんなになんかさ、なんかみんなでこう見せないし、うん、なんかもう中でやるらしいんだよね、そのクローズドドアーズみたいな感じで。そういうのあるんだね。そう、だからやっぱ生ケツを出してムチはこうやってふやふやベチってやるんじゃないかなと思って。好きなやつでしょ。好きなやつでしょ。悪い分だからやめ、悪い分。シンガポールはもうどうですか、総合的にトータル的に住みやすい。いや、ものすごい住みやすい、住みやすい国ですね。好き。好きです。好き。うん、好きです。それが一番いいことだよ。楽しんでるのが一番いいですね。最高ですよ。もう一回来たいと思う。本当？うん。やった。まあ、楽しかった。また来てください。ビール高いけどね。ビール高いね。ちょっと高いけどね、やっぱね。まあね、まあね。まあまあまあ。一番安いビールずっと飲んでたからね。やっぱり屋台のビールが最高なのよ。最高だよね。暑い中でさ、冷房の効いたレストランで飲むのもいいけど、汗だくになりながら屋台、なんだっけ、ホッカーのビールを飲むのが
最後あのアイスが入ってるじゃん、うん、だからカランカランっていうのがもう大好きで、その音がもうなんか夏っていうかフィリピンビールね。あ、そう、もうフィリピンビール、うん、でそしてそのついでくれるじゃない、うん、でそして泡がさ、もうあの縁っていうのをその一番てっぺんまで来てる、はいはいはい、その泡がもうこぼれそうまで入れてくれるんだよね。もうそれ見るとで、はじめさんが僕にくれるともうクリスマス来たって感じだからね。もう楽しいってアルチューですよね。いやそういうことを言う。今度日本遊びに行くか。そうね、うん、日本にも一緒に行きたいしね。ね、行きたい行きたい。またアメリカにも帰ってくるしね、どうせね。あ、そうね、どうせ帰ってくるしね、うん、ね、ファストフード食べようよ。25度食べないと。25°。シンガポールあったからね。そうなんだよ。ハンティントンビーチのハンバーガー屋がね、シンガポールにあるっていう。俺も来たことない。あれ、LA 発か。LA のハンガー。あ、そうなんだ。うん、すげえ評判いいよ、こっち。あ、そうなんだ。うん、それも食いましょう、ぜひ。いや、ぜひぜひ。うん、俺もね、もうそろそろ行かないといけない。ね、もう押してるよね。そうそう、空港も入らないとね。うん、というわけで、以上、シンガポールでした。でした。本当に見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。じゃあすぐ最後締めてよ。締める？いいこと言ってよ。うん、シンガポールって、うん、まあ前も僕言ったんだけれども、うん、明るいだから。 Thank you for watching. Make sure to hit that subscribe button. Follow Pajime on Twitter and Instagram. And we hope to see you back again soon. ダメそれはダメ問題が起きる